上原さんのねそういうトレーニング動画っていうのもねたくさんあると思うんですけど、はい、キャッチボールがその、はい、普通のボールじゃないボールでやってました。あアメフトのボールとかです ね、はい、やってましたやってました、ね、それはだからアメフトのボールとか、うん、めっちゃソフトボールとかでもいいと思う。いろんなボール、うん、あと重さが違うボールとか、あそういうのでやってましたね。変えた方がいいんですね。いやでもアメフトのボールは好みじゃない、うん、アメフトのそのクォーターバックの投げ方と野球の投げ方似てるかなっていう意味で、はい、やっぱ回転も綺麗な回転をかけないといけないんで、アメフトのボールもね、うん、野球もやっぱり綺麗な回転をかけないといけないっていう、そういうところは共通する部分は多少なりあるかなっていうことで僕は使ってましたね。 あと重さの違うボールとかで、うんちょっと違う刺激を与えると肩とか肘とかに細かいですね、まあ、あと脳っていうかね、うん、考えるところも、うん、毎回毎回同じボール使っていると何の変化もないので、うん、変化を加えることによって考える能力っていうのが出てくるんで、そうか、はい、それ連動させて、そうそうそう、体にきちんとこう、うん、今は重いボール投げてるんだぞとか、うん、今は野球のボールなんだぞっていうそういうのもちゃんと意識させてやってましたね、はい、うん、なんかチームメイトで、うん、うわ変わった練習してるっていう人いました？変わった練習、うん、いろんな、僕が現役の時あれだね、工藤さんが、はい、結構アリゾナに工藤さんいつも自主トレ行かれてたんで、はい、やっぱアメリカのなんか最新トレーニングみたいなのをいつも帰ってきて、ジャイアンツのその室内練習場でトレーニングしてたのを見てました。最新の、うん、そういうのをちょっと見ながら、あ、これ盗んだろうと思いながら、やってたのは覚えてますね、それ、うん、なんか覚えてますこれ、具体的に今、腹筋のなんかこういうローラーになったでしょ。 あります、あれがなんか椅子バージョンみたいな感じで、はい、こういろんなところに刺激を加えると、へ、体幹のトレーニングがそれ、工藤さん1個持ってきてたのは、あ、うん、誰もやってないなっていうのはありましたよね。そうなんですね、うん、いいですね、なんか新しいね、メニューは、まあ、自分で、ね、考えない分、誰かの盗むっていうのも大事ですから、うん、それは大事ですね、うん、今はちなみにですね、なんかやってます？やってません今はもうだってもう引退してますから、うん、そうです、そうです、はい、でも保ってらっしゃるね。あとは視聴者の方々、上原さんにこれ聞いてみたいなということがありましたら、コメント欄にぜひ お寄せください。上原さん何でも答えてくださいます。何でも NG なし、よろしくお願いいたしますNG なし、はい、次回もね何か上原さんに教えてほしいということがありましたら、はい、ね、ちょっと聞いてみようかなと思います、はい、ではまた次回よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。